こんにちは、ドンビロです。ライブ配信開始したいと思います。浅草寺の方に向かいます。ただいま雷門前ですね。雨が降ってきました。台風の影響ですね。声は出て入ってるかな、ちゃんと。雨降ってるんでね、傘さしてるから両手が塞がれちゃってて、モニタースマホはね見られない状況ですけど、仲見世入ってきました。雨の浅草仲見世通り、仲見世商店街通りって言うんですかね。ちょっとこう音の確認しましょうか。まだ回ってないのか。あれ違うとこ待っちゃってるかな。18、まあいいか、この前ってやってみましょうか。18時でしょ、これスタートしたでしょ。カジサック、あ、入った、今入りましたね。確認できました。ただいまマイクのテスト中。おはい、マイク OK。 はい、雨の浅草仲見世通り歩いていきましょう。台風がね来てね、上陸したのかな、九州の方ね。大変ですよね、ノロ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 して。早くね収まればいいんですけど、九州なんか北上してるっていう言ってましたけどね。今日明日は大変でしょうね。で、なんか上陸しても速度が遅いらしいですよね、今回の台風は。偏西風が弱いのかな。普通はね、偏西風のところに乗っかるともう早くね、ビュンビュン。あ、ロクちゃんこんばんは、いらっしゃい。雨降ってきました。昼間はそんな降ってなかったような気がするんだけど、台風の影響ですね。かなり降ってますよ、急に。配信始めたらね、ザーザー降りになってきましたね。会社はね、隣町のね、蔵前なんですけども、蔵前から歩いてくるときは傘はいらなかったですよ。浅草に入ったらね、降り出してきました。お腹空きましたね。釜飯です。ここ一回まだ入ってないんですけどね、美味しそうなんですよ、メニュー見ると。ここはね、ウニ釜飯があるんですよね。これ食ってみたいね。2500円、あ、3500円で、ごめん、3500円です。さあ、あ、傘さしてます。傘両手塞がってますけど、まあスマホだからね、まあ大体大丈夫なんね、スマホは。で、USB のソケットあるけど、そこにはマイクの受信機挿してあるんだよね。下がってます。完全な防水、まあスマホは防水だよね。大丈夫です。3500円。でもウニだよ、ウニ。普通だったら1000円いくらであるよ。なんか美味しそうじゃない？食ってはいないんですよ。食ってはいないんだけど、まだね。あ、錦糸町に向かいましたか？錦糸町に向かいましたかね？足が見えますね。足が今日雨が降っちゃうね。ちょうど降ってきたよ。上陸したみたいだね、台風。九州ね。だからこっちはその風
風の被害はないと思うんだけど、あのあそこの錦糸町のとこ、あの高速したでしょ、あそこ行くまでが濡れるけどね、今日は やめとこ、うん、今日は普通に浅草を回って散歩して、でまあ力があったらね歩いて錦糸町まで歩いていや家まで歩いていっちゃうよ、たまに葛飾まで1時間、2時間、1時間半ぐらいで行くんじゃない、そのスカイツリーまで行くじゃん、スカイツリーまで30分で行っちゃうから、ここ終わった後歩いてくるんだけど、でそれと同じぐらいの距離だから1時間あるとうちまで着いちゃう、毎日歩いた方がいいやな、交通費節約してそうそう、うん、交通費が丸々ねもらえるからねはい、どうも。帰っちゃえ。ヤスチャンネルさん、こんにちは。早く帰りたいけどね、こうやってね、喋ってるとさ、またあのじいさんが来てね、長話して。今日店のあの子、まあオーナーの子っていうかさ、はいないんですよ。今日は6時、あそこ店6時でしまうんで、多分それですぐ行ったんじゃないかな、錦糸町、昨日行った錦糸町に。今日が2日目ですから。あれなんだっけ、盆踊りは大阪のヤギ節じゃなくて、河内音頭、河内音頭の踊れるようになりましたよ、昨日初めて踊った。ちょっとねまだちゃんと教えてもらわないとステップがねちょっと違うんだけど、一箇所だけね、3回飛び跳ねるところね、後ろに下がり、まあ大体あんなもんじゃないかね。あとはなんか河内音頭と大阪のもう一つやったか、もう一つか二つちょっと違うやつがあったけど、まあ河内音頭はさ、その歌もね結構そのアドリブっぽいような歌歌ってたけど、生演奏でね、生演奏っていうか生演奏生歌で。リズム感があるよね。僕はもともと栃木県で20歳前後の頃ね、10年近く小林会に入ってたんですよ、小林会で。栃木県だとね、日光和楽踊りですね、あれのお囃子とかやってました、五人囃子の中のね、ああいうのは好きなんですよ。